はい、どうも、堀です。前回はね、ちょっと、前回分というか、滑舌悪かったんで、聞こえづらかったかもしれませんけど、まあ、落ち着いたんで、やっていきます。飛龍組もね、合流したんで、だいぶ、メンツも増えてきて、こんな感じになってますね。乗せ替えもね、できるんでね、期待で言うと、乾燥系も、増えましたんで、ボクサーにしたりガンナーにしたり変更もできますので、貝がね C になってたんで、貝は G にしてカチーナを N にしようかな。ラッセルは C で大丈夫です。まあ、10番縛りはただのやつに別に変えてもいいんですけど、戦略として落ちちゃうんでやめておきます。ソウルセイバーはね FF の方が命中率は割といいんで、アケミの方がねどうしても能力低いんで、まだということでやりましょう。
はい、ということでね、やろうと思ったんですけど、会話シーンがやたら長いんで、前半とね、後半で分けようと思います。ということで、前半は今日はここまでといたします。また、後半はね、戦闘シーンでやっていきますので、お楽しみください。以上、堀ちゃんでした。